わっさっ、いや、ピマルです。はい、ということで、今回ですね、エメハンで、トラギをやっていこうと思うんですけども、今回ね、ゴツゴツ行動という場所が来ているんですけども、まあ、ここはね、左、だいたい、リコが来るんですよね。で、リコが来たら、タラとかね、ニタとかって結構詰めれないんですよ。で、基本的に、壁のとこまで詰めて、まあ、2対1になってやられるみたいな感じが多いんですよね。で、まあ、こっち側もそれで結局2対2になるっていうのが基本的な形になっちゃうと思うんですけども、まあ、エメハンね、ここね、ブロックと、まあ、スパイクどっちでもいいんですけど、どっちかを使うとね、かなりね、有利に戦えるんですよ。まあ、リコに対してかなり強いし、まあ、ブロックだったら壁破壊できるからね、かなりその近距離とか来ても割と戦えるということで、今回ブロックを使ってやっていきたいと思います。まあ、でも初心者の方は、まあ、ブロックしか持ってないからいいんですけど、スパイクの方が強いっちゃ強いっていう感じだよね。だから、まあ、どっちも試してみる価値はあると思うんで、まあ、とりあえずやってみましょうか。ポチッと。まあ、今回ね、デンブシーと、ラブちゃんとやっていきたいと思います。まあ、モーティスも結構多いんですけど、モーティスって基本リコのね、リコ狙いみたいな感じなんですよね。でも今強すぎるから、ニタがいてもね、勝てちゃうんですよね。それがね、強いんですよ、モーティス。モーティス、ちょっと下方来るでしょうって感じですね。もう、なんか回復が強いっていうかは、攻撃力が若干高すぎる感がありますよね。いや、どうなんだろうな。体力が多いのかな。強すぎるよね、ちょっとモーティス。なんかが強い。なんだろうな。そうでもないのかな。うん、モーティスめっちゃ強いと思う、俺。すごい嫌だもん、いると。なんだろうね。ちょっと俺もわかんないわ。あ、始まりました。やっていきましょう。さあさあさあ。あー、レオンか。レオン多分こっちなんですよね。それ若干だるいな。まあ、壁破壊しちゃえばいい話。とりあえずこっちから一旦レオン対策、ドン。ドン。オッケーオッケー。これ中まで来てくれるのは逆にありがたいです。これ一旦、近距離でも割と強いんで、こうやって介入していく感じですね。オッケーナイス。相性が悪い時っていうのは、大体耐えるってことがすごい大事なんですよね。まあ、いろいろ溜まるまでとか、それ耐えることが大切で、耐えて、まあ、味方が勝っているのを、まあ、見ていくとおかしいけど、まあ、味方が勝っていれば大体俺らも勝てるんで、こんな感じね。でここ破壊すれば索敵マジかなり強いんで、こっからって感じはしますけどね。でブロックに対してかなりハムっていうのは弱いんで、まあ、苦手っすね。まあ、でもこの回復ステーションもあるからかなりいいね。てかね、パムが強すぎるね、正直。パム、なんか全部強すぎるって言ってるけど、パムとモーティスはマジで強い。他のキャラより全然強いですね。パムに関してはもうバトロイでも使えるし、なんかレオンがめちゃめちゃ強いとかは思わないですね、もう。よしよし、OK。消えた。どこだ？消えたぞ。右から来そうだな。これか。あ、でも、やれる、それは。ナイス。パム強。結局、パム、パム、パムって感じだね。さあ、ナイス。で、これ壊す感じ。いるかな？レオンが開いたわ。レオンちょっとだるいな。いい壁使いっすね。壊しちゃうか、ここ壊してからの、レオンをやっていくスタイル。OK。あー、うまい。OK、詰めろ。OK。これで。OK。で、ここはこういう感じで開けちゃう。で、ラブちゃんがニタを出す。ニタとかクマ出す。で、消えた。消えましたね。ちょっと時間短くなってたからね。って感じですかね。OK。GG、ナイス。まあ、ギリギリって感じですね。まあ、でもブロックかなり良かったんじゃないですかね。パムと内緒はなかなかいいですね。多分ジェシーだったら今のちょっと負けてましたね。タレットが強いんですけど、ジェシーっていうのは、そこまで持ってくのも結構大変なんですよね。それがまた難しい。パムがね、やっぱミッドで結構ずっと強いんですよね。なんで下方来ないかっていうぐらい。レオンが実装された時っていうのが、確かグローバルリリース直後だったんですよ。だから、新キャラっていうのが多分みんなないんですよね、今多分やってる人って。だけど、その時、そのレオンは実装された瞬間に、パムがちょっとめちゃめちゃ強くなったんですよ。そこがね、ちょっとファッションめん？ファッ
ションメインになってる、ポンコツさんから。ファッションメン、なんだっけ、3度の飯よりファッションメン。トワくんがね、めっちゃ介入してくるんよ。だ俺も介入していく。ファッションメン、ファッションメン、あ、痛い痛い痛い、ファッションめっちゃ痛い、ファッションめっちゃ痛い、ファッションメンめっちゃめっちゃ痛い。よいしょ、ファッションメン。で、ここはしとく。ファッションメン。オッケー、ファッションメン。で、詰めていく。ファッションメンしていく。よいしょ。あ、うまいうまい。トワくんがめちゃめちゃオッケー。回復します。ちょっと若干痛いんで、ね、リコって。あー、当たっちゃったな。あ、一発でも当たるのが強いんだよね、リコっつんは。うん、負けたくない。オッケー。ナイスブロックで。開けちゃいます。3度の飯よりファッション麺。あべべ、これ結構きついね。あそこの位置のタレットっていうのは、ジェシーの時正直そんな良くないんですよね。やべやべ、痛い痛い痛い。一個落として左ファッション麺、左ファッション麺。ローヘルファッション麺、ローヘルファッション麺。そう、今ちょっと自分下手だから負けちゃったんですけど、一発で待てればローヘルファッション麺になるんですよ。まあ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 。それがね、ほらほらほら。これが強いんだよね。一発でも当てればっていうのが強い。だから正直、しかもあのスタパールとあの火みたいに出るじゃん。だから最長距離着弾のところを燃やしとけばあれなんですよ、そのこっち来れないんですよね。それもそういうのもあるし、こっち来れないというか来た瞬間焼けるっていうのもあるんですよ。だからブロックのスタパーは強いし、ブロックもかなり強い、リコにね、リコに強いし、そのジェシーとかにも強い。着弾点をうまく活かせばかなりあのブロックっていうのは強いと思います。で、まあ、スパイクの時は、なんか近距離詰められても、あの、ウルトあるじゃないですか。あれがね、めちゃめちゃ強いんで、かなりね、どっちも、なんかリコに対してはかなり強い。まあ、左側かな。こっちモーティスか。モーティスはこう、どうしようかな。一旦中狙ってってきたから、中狙う。中狙う。オッケー。で、そろそろ多分来るな。来るから、あの、全部死に引き付けてあげる。で、一旦離れる。近距離持っていく。これ死ぬな、これ。あれ一発当てれたら結構良かったな。壊しちゃおうかな、次。こう一旦壊して、若干押されつつある。OK。これ逆だな、俺、これ。うん。ちょ、サイド変わりますわ。多分、ノーティスこっちっていうのは無理ですね。OK。あー、うまいじゃん、その逃げは。ダブちゃん出してくま、オッケーオッケー。それ取られたらだるい。オッケー、やれる、それナイス。オッケー、やれる。あー、オッケーオッケー、待て待て。まあ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 、お待ちお待ちお待ち。モーティスが持ってくれたのはかなり大きい。一旦回復します。俺詰めちゃうわ、これ詰めていく。オッケー、オッケーオッケー、やってね。座れる、足臭いねに座れる、これ足臭いねに座れていくが勝っていく。ナイスナイスナイス。5個でしょ、5個なら大丈夫、5個なら大丈夫。ここは足臭いね、足臭いね、オッケー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 、足臭いね勝っていく。オッケーオッケー。よいしょ、どうしよう、どうしよう、あと一発。オッケー、ナイス、 GG。 あぶねー、モーティスに弱え、危なかった。ちょっとね、立ち回りがちょっと危なかったね。ラスト、負けてもいいや、負けてもラスト。かなりね、いい感じに立ち回れた。かな、ちょっとでも、あれだったな、ダメだったな。もうちょいなんか、精度かな。中距離で当てる精度ってのが、ブロック必要かな、俺。うん。俺、下手だけど、なんかその、相性みたいなのを考えてやると、勝てるっていうのが、ブロスター分かるよね。そう、下手でもね、相性だけ分かれば勝てるんですよ。そこをついてほしいな。だから、うん、うまくないなって自分で思い、勝てないなって思う人は。うまくなくても、それだと勝てるから。そう、連携だからね、3対3だから、タイマン、まあ、勝てなかったとしても、まあ、その味方にね、なすりつけるとかして、モーティスをやったりとか、まあ、そのなすりつけてるやつをペニーでまとめるっていうのが、まあ、相手のさっきの編成だったんですけど、まあ、そういうね、あの、いろいろ考えるのもできるんで、ブロスタって楽しいよねっていう話、結局。結局ね、そう。だから連携っていうか、その、
自分たち話し合うときにこういうムーブでいきましょうみたいな。ムーブってポテトキュンだけどね、ポテトキュンがよく言うんだけど、ムーブっていうのは、まあ、あのこういうなんかそういう感じでいきましょうみたいな。さっきみたいに俺モーティスで詰めるから重なったらちょっとペンに打ってよみたいな、そういうムーブでいきましょうみたいなね。そういうのも結構大事なんで、そういうの最初からね決めとくと結構楽しくやれるんじゃないですかね。さあこれクローなんですけど、クローもブロック相性いいね。正直体力低いんで、まさかのミッドそういうタイプね。はいはいはい、まあ、これも正直は破壊しちゃえばいい話。よいしょ、デムシーが押して、その押したタイミングでやりたいね。 OK、 ここ破壊。 OK、 破壊は正直そのまあ全然どんどん使っていいよって感じ。詰めます。黒がどこにいるか分かんないけど、いたわ。なんか落ちてんな。落ちてないか。でこれここも破壊したいんですよね。よいしょ、いるか、いたな。 OK、 でこれ溜まったからもうここも破壊していく。これでね、自分の、まあ、テリトリーって言っちゃあれだけど、陣地って感じだよね、もうこれね。で、回復したい。ちょっとたまに5射あるんだよね、俺。さあ、あと一発当てて、あれ、やった。二人やったよ。で、次来たのをやっていけなかったモーティスだった。ここまで来たら、だってもう強いじゃん。完璧、俺の方が。っていう。こういうのがブロックとか、まあ、コルトとかね、できるんで、そういうとこも、だからリコだったとしても、割とすぐウルト溜まるんで、で、これ、OK。これもワンパンパンチ。で、今、クロウの飛びあるじゃないですか。飛んだ時に、まあ、ここで飛んだんですよ。だから、こっちのね、この壁に移ることで、クロウの着地した時の、回転を当たらなくできるっていうね、避け方もあるんで、まあ、これタラのウルトもそうなんですけど、岩っていうのを使えるんで結構、ぜひとも試してみてください。ということで、今回こんな感じでね、ブロック、てかその、まあ、ブロックだね、ブロックの立ち回り方かな、まあ、ちょっと教えたっていうか、やっていったんですけども、まあ、皆さんどうでしょうか。スパイクもね、結構いけるんで、ぜひとも使ってみてください。このゴツゴツコードの左。スパイクとブロックがかなり強いです。リコが多かったらね。他のキャラクターが多かったら、ちょっといろいろ変えたりしてもいいですけど、まあ基本この2人が結構安定かなっていう感じがしますので、ぜひとも使ってみてください。ということで、今回こんな感じで終わっていきたいと思います。チャンネル登録と高評価お願いいたします。それでは、あれ？それではって言っちゃった。早いな。皆さん、それではだ。